ニューベリーはアメリカ合衆国サウスカロライナ州北西部のニューベリー軍に位置する都市であり、同軍の軍庁所在地である。一時期はニューベリーコートハウスと呼ばれていた。ピードモント大地にあり、州都コロンビアからは北西に43マイルに位置している。1894年に町として認証された。2010年国勢調査で、 の人口は1万277人だった。ニューベリーは1976年に市となったが、その後も25年間以上、アメリカ合衆国国勢調査局に、その変更を報告しなかった。その結果、2000年の国勢調査では、町として扱われていた。市内には、アメリカ福音ルター派協会の系列である、私立教養系カレッジのニューベリーカレッジがある。 ヨーロッパ人が1750年代に多数、この地域に到着するようになった。1785年、ナインティシックス地区からニューベリー軍が形成された。ニューベリーの町がその軍の中央に位置していたので、1789年に軍庁所在地に選ばれた。当時は、ンカプランテーションが広がる広大な地域の一部だった。 軍内の人口の大部分は、面火プランテーションで働くために奴隷として保持された、アフリカ系アメリカ人だった。軍も町も、政治は、農園主が支配していた。1851年に鉄道が開通した時、ニューベリーの町が繁栄する交易の中心地になっていた。これは1860年代までは続いていたが、南北戦争とその後の奴隷解放によって、 社会にも政治にも大きな変革が訪れた。その後のアフリカ系アメリカ人は選挙権を取り上げられ、工業化の波が訪れると、アフリカ系アメリカ人の多くが退去して北部に移住していくことになった。南北戦争の時、ニューベリーカレッジは南軍の、さらに後には北軍の病院として利用された。歴史あるニューベリー軍庁舎は、 北軍のウィリアム・シャーマン将軍の部隊が南部を海人にして過ぎた時も焼けずに残った。ニューベリー市内では以下の建造物、地区がアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。ニューベリー市は北緯34度16分に40秒整形81度37分00秒。 北緯34.277655度整形、81.616560度、34.277655-81.616560に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は6.6平方マイルであり、すべて陸地である。モラハン・ミルズで糸巻きを外す役割の少年たち、1908年12月、 ルイスハイン撮影以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。